ルイス・ロバートによる青いぼくろの図、八重山一つぼくろは、乱下無加護最新属の地性の多年層。沖縄島以南の琉球列島から熱帯アジア、オーストラリア北部を呼び、サモア諸島にかけて広く分布し、上緑紅葉樹林の臨床に自生する。別名、青いぼくろ、八重山熊外草、八重山一つばラン。地下に、コンペイ島型の、 周辺に突起を有する白色球状の球形がある。花時に葉はなく、八重山諸島では6から7月頃に直立する花形に、単緑色の花を創状につける。開花後に1枚だけ葉を伸ばし、直上する傭兵に丸い心型の養芯をつける。葉の基部から数本の地下茎を水平方向に長く、伸ばし、先端に新球形を形成する。 休憩が成熟する頃に歯が、黄変腰障し,し、開花、出荷時期まで休憩のみとなり一時的に休眠する。栄養繁殖により、小群落を形成する。比較的開けた人里と近い平地の臨床で見られることも含め、自生状態は、熊外草の群落によく似た印象がある。そのため植物体自体には、熊外草とほとんど類似点がないにもかかわらず、 八重山熊外草という別名がある。一つの花は二日程度でしぼむ。一般に、無加護最新属は昆虫などによって受粉されなければ、欠実しないが、本種は開花後に、自家欠実が見られる。しかし、それを否定する報告もあり、個体群によって性質が異なることも考えられる。開花後の果ての成熟は早く、 後輩後25日前後で果てが完熟劣化する。一家あたりの種子量は、卵化としては少ない。種皮は薄く、半透明、肺は小さく未熟で、消毒薬に浸死すると短時間で死滅する。無菌波種による、発芽報告はあるが、培養に公的な培地蘇生が確立されておらず、改革株まで育成した例は報告されていない。 琉球列島では冬、緑性の生活史を有し、落葉が5月頃、開花が6から7月、新葉が出荷し始めるのが7月頃で、9月頃に転葉が、完了して翌春まで生育を続ける。しかし栽培下では、同一個体から分球した休形を、同一の鉢で育成しても出荷時期に1ヶ月以上の、ばらつきが生じることがしばしばあり、生育が揃わない。 時には天陽個体と開花個体が同時に出現するなど自然状態では見られない状況が出現することもある。ただし実際には生育に不適当な時期に出芽した個体は新球形を形成できずに淘汰され長期的に見ると生育公的期にほぼ同時に成長する状態になっていることが多い。日本本土での栽培においては淘汰される時期が 自生地と異なっていたため生育期がずれていき、夏が主成長期になってしまった例もある。いずれにせよ、休眠期間が短く、一年の大半において何らかの期間が成長を続けているため、実質的には周年成長型の植物として管理する必要がある。 特に国内野生個体では冬、緑性の生活史を有するため、冬季の積算温度が不足すると、植物体は健全に保たれていても新球形が正常に発達せず個体維持ができない。短期間の温度低下には耐えるが、目安としては、秋から春にかけて平均摂氏25度以上を維持しないと安定した増殖は難しい。分布北限の沖縄島でも、 自然気温下では、開花株まで成熟することは困難である。絶滅危惧通類 AB 八重山一つぼくろ、BG プランツワミョウ学名インデックス、八重山一つぼくろ、BG プランツワミョウ学名インデックス、ハットジョーンズ、DL1988、ネイティブオーキズオブオーストラリア。NSW、リードブックスタイリミテッド、琉球列島に自生する。 青いぼくろナービリアアラゴアナの保護を目的とした生態学的研究増やして楽しむや生卵東京産総会卵ゆり部会編著農産業村文化協会2001 03東京産総会卵ゆり部会記録2009年11月1日朝日オーランド公開会員場より2011零6ありがとうございます